FPS 界隈ですごく話題になってるゲームがある。それが古き良き時代の COD、モダンウォーフェアシリーズの制作総指揮を務めたあの人。そう、マークさんが手掛ける X ディファイアントだ。今の時代に出る FPS はバトロワか爆破ルールかチーム主体の命が重いゲームばかり。だがこの FPS はチーデス全盛期のアリーナシューターを踏襲して注目されているんだね。今開発されてるゲームのほとんどが次世代向きの中、これは大手の UBI が出し、無料で PS4 でも遊べちゃう。むしろこれが大手が出せる最後の PS4 向けの対戦 FPS かもしれない。そんなわけでベータに呼ばれたので早速遊んできましたぞ。おーい、もちろん遊ぶ前には恒例の視野角チェック。やったぜ、視野角120まで選べるぜ。確か COD4 の時代は視野角変更とか気の利いたものはなく、こだわる人はモッドとかで好みの視野角にしてたらしい。今はデフォルトでこの機能があるのですごくありがたいですな。おお、風さんやってますねー。これがトム・クランシー界隈の勢力が出まくる X ディファイアントですね。イワンコフはこのゲームが出た時も夢が叶うと思いました。そう、これアウトキャストの勢力が使えるのですよ。もちろん社会に対する復讐を決めてやるのです。アウトキャーストって叫んで C4 で自爆して、そして血を浴びせドルインフルに感染させてやるのです。ちっちょう、なんと幽体廃的な思想なんだイワンコフは。だがこのベータではアウトキャストな勢力は出てこないぞ。うわーん、正式版までお預けかよー。だからイワンコフは今回はクリーナーズを使って社会貢献をするんだ。街を守るために病気の元は焼き払うぜ。お仏を消毒してお仏壇送りにするんだよ。こんな感じにデビジョンの勢力がぶつかり合うのが X ディファイアントのバックボーン。さらにこれファークライやゴーストリコン、スプリンターセルの勢力も出てきますよね。みんなおなじみの UBI の勢力が勢揃い。差し詰めこれは UBI のプレイステーションオールスターバトルロイヤルみたいなものですな。いや、そこは UBI のスマブラとか言っておけよー。このゲームは大手の UBI が出すゲーム。だからカジュアルとランクマ、さらに射撃練習場がありますぞ。でもベータでは射撃練習場はサーバーがポテって遊べたり遊べなかったりしました。やったぜ、安心安全いつもの UBI 様だー。そんなわけで今回はカジュアルモードのすべてのルールを遊んでいきますぞ。チーデス、チームデスマッチはないのですかー。チーデスがあればもうみんなそれしかやらなくなる。それはこのアンケート結果でも明らか。だから最近の FPS はチーデスがないやつが多いけど、なんとこのゲームにはドミネーションがありました。フーさんの大好きなドミネーションだ、やったー。いやいや、ハードポイントも好きですぞ。でもこのゲームのハードポイントはオキュパイっていう謎の名称が付けられていました。オキュパイって占領って意味らしいですよ。そしてロビーに入れば昔懐かしのマップ登録がありました。じゃあマップの選択をめぐってチャットの喧嘩が見れるのですか。いや、そこから差別発言に繋がるのでロビーチャットはなかったよ。これも時代の流れなのかー。そういうことになりますな。選ばれたマップはミッドウェイ、ゲームルールはエスコートになりました。これがこのゲームのスタンダードなルールっぽいですね。ゲームが始まれば最初は勢力の選択。勢力は他のゲームで言えばキャラみたいなものです。武器はまだほとんどアンロックできてないのでアサルトのプリセットを使いますか。いよいよゲーム開始ですね。おう、なんかみんなたわむれておる。ゲートが開くまでのこの緊張感、久しぶりだぜ。そして開始早々にスプリンターセル勢力のアビリティ、透明化を使うぜ。ほんと風さん透明大好きですね。でもこのエスコートってどんなルールなのですかね。ああ、エスコートは攻撃側と防衛側で遊ぶオブジェクトルール。このロボを敵陣に連れていけば勝ちですぞ。うわあ、いきなり死んでざまあ。なんだこれ、柔らかすぎるだろ。そんでもって即リスポーンできたぞ。やった、今では珍しい命軽い FPS じゃんかよこれー。マジか、陽動 FPS だったのかこれー。FPS はどれも同じに見えるが全然中身は違います。風さんが得意な FPS って何でしたっけ。ああ、自分は体力がすごく高く近距離で撃ち合う FPS が得意。ワンマガジンで1キルするようなゲームが大好きです。そしてそんな FPS ばかり紹介していました。マジでみんなが苦手そうな FPS ばかり紹介しますよね。でもこのゲームは基本は中距離で戦います。そして速攻で敵が解けます。速攻で敵が解けるということは自分も速攻で倒されるってことだ。この部分が自分はすごく苦手ですぞ。じゃあこれはみんなが好きそうな FPS ってことですね。畜生、また速攻で死んだ。
だが今回は仲間が強い、仲間がロボをエスコートしてくれました。第一関門を突破しましたね。ああ、第一関門なチェックポイントを通過すれば残り時間が増えるぞ。これまんまルールがペイロードですね。いやいや、こういうので良いのだよ。木をてらったルールなんて不要ですぞ。コンクエストの拠点に2つのセクターとかも不要ですぞ。貴様ダボダボ3のことを言っているのかー。ひー、そしてもうここから次々と敵が来ているね。では、ほらー。やったぜ、ウルトが溜まったー。スコアを手に入れれば少しずつウルトゲージが溜まっていく。この辺の仕様は最近のヒーローシューターと同じです。そしてこれがスプリンターセルのアルティメット。ボールハック状態になりとんでもない威力のピストルが使えます。ほらー、もう一発だほらー。もうピストルとは思えないすごい威力。けどウルトの効果が終わってしまったぜ。ほらー、よし、この辺はあらかた片付けた。これで最終関門に行けることでしょう。でんで、このゲームすごく覗き込みが大事だね。腰打ちだとすごく接近しないと弾が当たらないですぞ。実は自分は覗き込みで弾を当てるってのがすごく苦手なんだ。ちくしょう、貴様 FPS をやる資格がねー。そして仲間と共に最終関門を突破したぞ。あともう少しロボを前進させたら勝ちですぞ。だがここまで来ると敵のリスチは目と鼻の先だ。もう敵の猛攻が凄まじくなりますぞ。だがまたウルトゲージが溜まったね。スプリンターセル発動。ほらー、今の敵もウルトを使って硬くなってましたね。そんな敵も倒せるゴールデンガンがすげー強い。だいたい1ゲームにつき2回くらいは使えますな。 BO3 くらいの感覚ですね。ほらー、うわー、ほんとこれ風さんのメンタルくらい柔らかいですね。ちくしょう。それじゃあ作戦を変えてアビリティを使うぜ。このゲームのアビリティのクールタイムは30秒くらい。撃ったら透明解除されるのでしれっとロボの近くに潜むんだ。そしたらなんかゴールしてました。なんだよそれー。けど割とキルとキャプチャーに貢献したのでこれは MVP をもらったでしょう。なんか終わり方が CG みたいですね。そして残念、違う人が MVP でしたー。ぐにゃー。さあここから MVP 取れるまで終われませんの開始なのですー。マジかよ、自分には王道 FPS でそれは無理ゲーですぞ。どんな FPS でも上達の糸口は自分に合った武器を探すこと。だからカテゴリ別にいろんな武器を試してきました。最初はマッスマンカテゴリの MK を試しましたぞ。それでこの武器はどうでしたか？ああ、基本的にヘッショ一撃同体2発でかなり強い。けどこのゲーム、遮蔽物がものすごく多いです。ロングレンジで戦えたらこの武器は相当に強いけど、基本的に前はアサルトと SMG の得意な距離になる。多分これエイムが得意な人が使えばとんでもなく強いな。じゃあクソエイムな風さんには不向きですね。悲しいけど他の武器を探しますぞ。そして次に触ったのがスナイパーライフル。やめろお前スナイパー苦手だろ。ああ、かなり強いわ。なんか自分の立ち回りだとものすごい近距離で戦ってるぞ。捕らえたぞ、おらー。ほんと SMG の距離で戦っててひどい狙撃兵ですよ。スナイパーライフル、これ凄まじく威力高いな。多分これ上半身は一撃な気がするよ。なんか古き良き時代の COD みたいですね。ああ、その時代はモンタージュとか流行ってたよね。でもモンタージュ文化は急に廃れましたよね。それは過去に YouTube の高精度 AI がモンタージュをいかがわしい判定したから。いかがわしい判定されるとおすすめに出なくなって界隈のやる気がなくなったのですぞ。そしてこの辺から黄金期の FPS が廃れた気がしましたな。なんてこった畜生めー。もちろん LMG も使ってみた。これ武器によって露骨に移動速度が変化するね。LMG は武器によるけど一番移動が遅かったですぞ。敵が硬いゲームでは強い LMG だけど、正直このゲームではそんなには強くなかった。基本的に打ち勝てないです。LMG は定点でロングレンジで戦う武器っぽいけど、その場合はマークスマンとスナイパーの餌食だし、それ以外は SMG にやられるので辛かった。自分はこれは使いこなせなかったですな。じゃああれですよ、SMG を使うのですよ。ああ、SMG はかなり強い武器カテゴリーだったよ。基本的にこれ、アサルトと SMG ゲームだと思った。そういうところまで COD。でも SMG も覗き込みしないと全然当たらないね。早くレーザーサイトが欲しいですね。そして X ディファイアントのベータで猛威を振るったのがこの武器。やったぜベクニアだー。これとんでもなくキルタイムが短くてみんな使ってた。ただ相談数がすごく少ないのが弱点。けどこれ武器のカスタマイズもロードアウトもありますよね。ああ、武器レベルを上げれば拡張マガジンつけれるので、これでこの武器は弱点なしの無双武器になるでしょう。
そんな X ディファイアント、ベータでもすごい数の武器がありました。でもほとんどアンロックされて使えないですよ。またレベル式のアンロックですかだるいなぁ。こらぁ。イワンコフは AA12 を使いたいですよ。このゲームの武器のアンロックは少し変わってた。なんか接触で指定数キルするとかそういうお題で武器をアンロックする感じだった。キャラもお題でアンロックされるのですね。キャラはまあスキンみたいなものなのでアビリティやウルトは変わらないですぞ。ややこしいなもう。ということで AA12 をアンロックするためのお題をこなす。アンロックの条件はショットガンで至近距離でキルをすることでした。何人キルすればアンロックされるのですか。ああ、ベータでは25キルでしたな。そしてショットガンで腰打ちで25キルするとダブルバレルが解放されます。至近距離のチャレンジでは透明化が大活躍でしたぞ。よし、これで AA12 も解放できたし、次はドミネかハードポイントで暴れるといたしますか。わかりましたそんなわけで武器のカスタマイズをしていくよ。アタッチメントは敵を倒して武器レベルを上げて入手する感じでした。最大5個までアタッチメントをつけれます。従来の COD 方式ですね。だいたい2、3時間で武器レベルは20になりました。マックスにするには8時間くらいかかりそうですな。レーザーサイトがレベル30とか先は長いなぁ。そんなわけで次のゲーム、ステージはアリーナでゲームモードはハードポイントなオキュパイでした。もちろん使うはショットガンなクリーナーズ。クリーナーズの焼夷弾アビリティがすごくヤバかったですぞ。さあ始まるぞオキュパイが、キャプチャーゾーンを支配しろ。あれ、支配って英語だとドミネーションですよ。畜生、支配なのか占領なのかはっきりしやがれ。そんな細かすぎるイワンコフは無視してキャプチャーゾーンに行くぜ。もう開幕でいきなりぶつかり合うのがオキュパイなんだ。おらー、そして逃げるぜダットのごとく。このオキュパイの特徴、キャプチャーゾーンは取ったらとどまらなくてオッケー。だから取ったらすぐに遊撃に向かいます。おらー、そのため試合展開はものすごく早いですぞ。自分はこのルールが一番面白いと思いました。でんで、この AA12、いやショットガン全般に言えることだけど、もう全然覗き込みしなくて腰打ちでいけるね。いつもの風船の動きですね。ただ光線距離はかなり短い。相当に近づかないと敵は倒せません。だからこその焼夷弾アビリティ。これ使えば銃弾に炎症効果で継続ダメージを当てれますぞ。いろんな意味で温まりそうなアビリティですね。おっと赤点が見えたぜ。最近はミニマップに赤点が出るゲームがほとんどないから、こまめにミニマップを見る習慣を忘れていたよ。これカスタマイズでサプレッサーもつけれますよね。ああ、ショットガンにサプレッサーの組み合わせ。このゲームは足音がほとんど聞こえないのでものすごく強そうですな。焼夷弾と組み合わせてこれもいろんな意味で温まりそうですね。さあキルストリークを重ねてウルトゲージが溜まったぞ。キルストリークすればウルトゲージが早く溜まります。クリーナーズ発動。おらー、やってきたぜお仏のお仏壇タイム。彼らはこうやってドルインフルの撲滅に向けて衛星活動しているんだね。ほんと過激すぎる衛星活動ですね。でも速攻で終わったお仏壇タイム。ここからはショットガンで衛星活動。おらー、おら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 ー。そして逃げるダットのごとく。これが FPS 弱者の立ち回りだぜ。シールド貼っても横から奇襲ですぞ。さあ逃げるぜ。うわー。ざまー。だが即リスポーン。ほんとこんな感じの気軽にキルできてキルされるゲームは久しぶりですな。おっとやばい。ファークライゼイの回復スキルだ。でもショットガンでおらー。今回のベータではファークライゼイ力が猛威を振るってましたね。ああ、単純にアビリティがすごく強いよね。特に回復フィールドを出すやつが強くて、その上で打ち合いしてればまず負けない感じ。けどそれに対抗するのがクリーナーズとショットガン。回復を上回る DPS で蹂躙するのです。これもネタをネタで殴るゲームだったかー。これ最近の FPS のトレンドですな。ああ、敵がジブラルタルを張ってるぜ。今こそアウトキャストをするとき。アウトキャースト。オラ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 ブワー。一体お前は何をしたかったんだー。いやこれこそがクリーナーズの非奥義。アウトキャスト敵消費特攻ですぞ。え、クリーナーズでアウトキャストできるのですか。ああ、自爆じゃないけど近いことができるね。もう消費特攻の残りがであの敵の集団は全滅。なんか気がついたらキャプチャーゾーンを確保していました。なんだよそれー。まあさっきの立ち回りを詳しく解説すると、クリーナーズの焼夷弾、これ発動時に攻撃判定があります。おらー、距離が近ければワンパンです。むしろこの使い方がメインです。さあみんなもどんどん焼夷特攻してアウトキャストを決めましょう。なんだそれバカゲーじゃんかよー。よし、ゲームも後半戦となった。ここからも猛攻の手を休めませんぞ。もう終始画面が赤いままですね。ああ、
被弾覚悟で突っ込みまくっているからね。けどこのゲームは自然回復がかなり早い。速攻で前線に戻れます。ファークライ勢力はこれよりも自然回復が早いですよね。やべ、トエイムで前段使い切った。アウトキャースト。だが保険のアウトキャストで厄介なファークライ勢を倒したぞ。奴らはいるだけで周囲を回復させるパッシブも持ってるんだ。だがファークライ勢から離れた敵は脆弱脆弱。焼夷弾で滅菌殺菌いたしましたぞ。おっと同胞発見だ。おらー、同胞でも非同胞でも滅菌殺菌、これがクリーナーズですぞ。ほんと今日も楽しそうですね。残り時間は3分を切った。このルールの面白いところは係争中は時間が止まるってことだ。だから本来の時間は5分だけど結構長引く。おらー。これ勝利条件は何ポイントですか？ああ、250ポイントだったよ。これ系って割と時間切れで勝敗決まって尻切れトンボが多いのだけど、この時間がちょっと止まる工夫で良い感じの試合展開になる。伝統のルールだけどよく考えられてますな。てっそがー。だが即リスポーン。てうわー。絶対今の当たってたでしょ。アウトキャースト。サーバーがポテって弾抜けしても大丈夫。そうクリーナーズならね。今回かなりサーバーがポテって撮影が難航しましたよね。この辺は UBI のデータでの伝統みたいなものなので致し方ない。けど今日の朝に公式ディスコードでサーバーエラーを少し改善できたって言ってたよ。むしろこういうエラーを探すためのベータテスト。アウトキャースト。きっと製品版では良い感じになってることでしょう。マジでアウトキャストっこげすすぎんよー。ちらりと見たスコアボードでトップを取ってるクリーナーズ。できれば50キル決めて終わりたい。クリーナーズ発動。当たり一面火炎を撒き散らすクリーナーズ。ほんとチームキルがなくてよかったぜ。チームキルがあれば大惨事でしたね。見つけたぞ。おらーと最後の敵を滅菌したところで勝利したのです。おめでとうございます。やったぜ、今度こそ MVP ゲットだぜー。この勝利を今はなきリーダー、ジョーフェロに捧げますぞ。あいつの火炎放射の範囲広すぎるんだよなぁ。でんで、これがもう一つのゲームルール。ゾーンコントロール。これも攻撃側と防衛側で遊ぶオブジェクトルール。攻撃側は少しずつ拠点を解放していく感じで、指定数解放すると次の拠点が示されて、全拠点を確保すれば勝利になりますな。これ DF のラッシュのルールを簡略化した感じですね。自分が思うにこのルールが一番チームワークが必要でした。そしてこのルールではゴーストリコン勢力が入るよね。この自分だけ銃弾を通すシールドがすごく強いし、アルティメットの動くジブラルタルが拠点確保にすごく強い。さらにこれ攻撃もできちゃいます。ついでにゴーストリコン勢力だけ体力が少し高いですぞ。守りに特化した勢力なのですね。そしてこのルールでは最後は一つの拠点を奪います。でもこれ、もう周囲から集中砲火されますぞ。遊撃隊と確保隊に分かれないとまず奪還は無理。野良だとこれ攻撃側がかなりきつかったですな。ほんとこれチームワークが大事ですね。今回ベータで遊べた最後のゲームモード、ドミネーション、説明不要の FPS の伝統ルール、750ポイント選手で勝利です。さらにこれ自分の好きな DF みたいに確保ポイントが広い系、ラウンドも分かれておらず一発勝負。これらのゲームモードは好きなものだけ選んで遊べるけど、ドミネーションとオキュパイが人口が多めでしたぞ。みんな伝統ルールが好きなのですね。今回使った勢力はファークライ。正確にはファークライ6の革命軍なリベルタード。特徴はヒール関係のアビリティが豊富です。もう速攻で上限超えて回復できます。これ系ってヒーラーが強いですよね。ああ、このゲームでもこれが最強勢力と思いました。どのルールでも強く使えるし、弱点がクリーナーズ以外ない。みんなファークライを使っていたので自分はクリーナーズを使いましたな。このゲス野郎ー。ぐへへ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 。ねえ、風さん、イワンコフこのゲームのこともっと知りたいですー。おっと、もうねえ知りタイムの時間なのか。最近の FPS は責任と命が重たいゲームが多かったけど、これは久しぶりに大手が出す古き良き時代のアリーナシューター。それじゃあ簡単に説明いたしますぞ。このゲームの名前はトム・クランシーズ X ・ディファイアント。軍事小説で有名なトム・クランシー様の世界を踏襲した対戦 FPS だ。遊べる機種はパソコン、プレステ、Xbox、さらには旧世代機のプレステ4にも対応していて、基本プレイ無料でクロスプレイ対応とのことです。何気に大手がアリーナ系を無料で出すって初じゃないですかね。ああ、COD もキーデスやろうと思うと結構な金額の本体が必要だからね。
このゲームが注目されている理由、それは COD 全盛期のプロデューサーが携わっているから。自分は COD は AW が最高傑作と思っているけど、世間一般的には COD4 からゴーストまでの時代が好きって人が多い。そしてその時代のプロデューサーのマーク・ルービンさんがこの X ディファイアントを作っているんだね。いわゆる FPS 界隈の伝説の人ってわけですね。最近は FPS 全盛期、これを業界ではクラシック FPS って言うっぽいけど、その時代の BF しかり COD の重鎮が新たな会社で新作を作り始めた。そういう意味でこのゲームもすごく注目されているんだね。UBI は世界でもトップクラスのゲームメーカー。フランスを拠点に世界各国にスタジオがあります。 FPS だとカナダのモントリオールスタジオが有名ですよね。あそこは CG やハイパースケープを作っているよね。前提、この X ディファイアントはアメリカのサンフランシスコスタジオで作られているよ。ゲームエンジンはディビジョンで有名な内製エンジンのスノードロップとのことでした。ねえ風さん、サンフランシスコスタジオの代表作って何ですかね。ああ、アメリカなのでサウスパーク関係のゲームが有名ですぞ。FPS 関係はこの X ディファイアントが初とのことです。なるほどー。というかこの場所、とんでもなく敵が来ますな。いつの時代もドミネの B は激戦区ですね。それで風さん、このゲームは流行りそうですかね。いや流行ってもらわないと普通に困りますぞ。自分はバトロワや少し変わった FPS ばかり紹介しているけど、よくこのゲームみたいな王道 FPS を紹介してくれと言われるけどね、マジで開発されていないんだよ。今年に出る FPS ゲームのほとんどがバトロワ系、タルコフ系、爆破系です。基本的に配信で映えるようなゲームが量産傾向。王道 FPS は忙しくてリスナーのコネ返しする時間が取れないですからね。まあブームは一周するのが世の常なので、実は来年はクラシック FPS が割と多く出ます。だからあらゆる機種で遊べて無料のこのゲーム、こけたら王道 FPS 界隈に陰りが出てきます。あの有名シリーズも株主の影響で爆破ゲーになるかもしれません。ハードライン、レスキュー、頭が、なんでやレスキュー神モードだったろ。でもこんなことにならないために大手が出す王道 FPS は少しでも良いので流行ってほしいですな。それで風さん的にはこのゲームはどうでしたか。ああ、ゲーム部分はバグらしいバグもなくてさすが大手って感じでした。内容もこういうので良いんだよが詰め込まれて好印象。ただベータだからってのもあるけど、サーバーがかなりポテっていました。もうビジソワーズくらいゆるゆるでした。せめてオープンベータになる頃にはマッシュポテトくらい硬くなってほしいところ。いやそこはハードボイルドを目指せよなーと。こんな感じにサーバーさえしっかりすれば末永く愛されるゲームになると思いました。そんな X ディファイアント、来週までクローズドベータをやっています。正式なリリース日は決定していないけど、なんか今年に出そうな予感はしています。今からでも参加は可能なので、コメ欄に参加方法を書いておきますね。さあ俺たちの王道 FPS はこれからだ。これからだ。それでは皆さん、またねー。